私が今しているこのドキュメンテーションという仕事は、その、まあ、普段だったら見落とされてしまうような体験、出来事を拾ってあげる。でそれを後で見返してもらうことで、その人のもしかしたらターニングポイントになっているかもしれない出来事を記録しておけるってことが、すごく自分の中でその人に深く関われている気がして、とっても嬉しいのと、なんかこう、この記録があったからこそ5年後10年後自分にとってもうその人の記憶にプラスアルファできる、まあ、ライフイベントの、まあ、人生のログですよね。そういうものを残しておけるってことがすごくなんか嬉しいっていうのと、素敵だなって思うところです。本当に私がいた6年間は学び多い6年で、すごい濃密な6年間だったと思ってます。芸工大はその他の大学に比べて人数も少人数で、そのコンパクトな分、先生とも学生間とも他学科の人たちとも親密になれる、距離が近い分いろんな刺激を受けられるし、いろんな場に出会うことができて、だからそういう、なんだろうな、とても楽しい毎日だったからこそ、私が今やっているドキュメンテーションっていう他の人がやってないことにもチャレンジしようって思わせてくれるし、それを後押ししてくれる先生もいたので、とても充実した6年間でした。